テックさんは現在ロードレース世界選手権に参戦するフランスのレーシングチーム。モート GP クラスでは2018年まで、ヤマハ2019年より KTM のサテライトチームとして活動している。1989年、モト GP ライダーのエルベ・ポンシャラル、エンジニアのギー・クーロン、ベルナール・マーティー・グナックの3人によって設立された。チーム名のテックは、 当時、平忠彦のスポンサーについていた、資生堂テック二十一の五冠を、ポンシャラルが気に入ったことから名付けられ、三は、ポンシャラル、クーロン、マーティングナックの三人にちなんでいる。1 9九十年より、ドミニクサロンをライダーに二百五0 c c クラスに参戦を開始し、当初は、ホンダやスズキのマシンを使用していたが、1九9九年から、チームは、ヤマハと提携し、 ワークスチームとして活動することになった。翌2000年には所属ライダーのオリビエ・ジャックと中野マイアがそれぞれシリーズ1位、2位を獲得する大活躍を見せた。2001年にはジャック、中野と一緒に 500cc クラスにステップアップし、ユーザー500で最高峰クラスを戦うことになった。中野はランキング5位でルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。 ジャックは15位で終わる。また、この年以降の待遇は、サテライトチームとなった。2002年体制は、昨シーズンと同じ、中野、ジャック。シーズンの終盤、第14戦マレーシア GP から、新たに4ストロークマシンのユーザー M1 が、供給されるようになった。ジャックは、ランキング10位。中野は、ランキング11位で終了。二千三年ジャックは継続。 中野は同じヤマハ系のダンティン A 席。代わりにホンダ系のチームポンスからアレックス・バロスが加入。バロスはランキング9位。ジャックは12位。2004年ライダーを一新。ワークス・ヤマハよりマルコ・メランドリが。そして1年間の浪人生活を経て、安倍則リフミが加入する。またマシンカラーも昨年のワークスがフォルトゥナ・デテックさんがゴールワーズだった。 ものが、ワークスのバレンティーノ、ロッシ、テックさんのアベガコロワーズ。ワークスのカルロス・チェカとテック3のマルコ・メランドリが、ホルトゥナといった変則的なシーズンとなった。ランキングは、メランドリが12位。アベが13位と振るわなかった。2005年ライダーを一新。前年ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した、ルーベン・チャウスと、前年 250cc ランキング4位のトニー・エリアスの2人の、 スペイン人となる。またマシンカラーは昨年の変則的なものからホルトゥナに改められた。ランキングはエリアスが12位でルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。チャウスは16位だった。2006年2007年の2シーズンはダンロップタイヤの開発を兼ね、ダンロップヤマハテックさんとして活動したがパフォーマンスの低さに苦しめられ、2008年には元のミシュランに戻した。 ナオライダーは、2006年は、カルロス・チェカとジェームス・エディソンでランキングは、チェカ15位、エディソン18位。2007年は、シルバン・ニューン・トーリと、玉田・マコトでランキングは、キュン・トーリーが16位、玉田が18位だった。2008年シーズンもライダーを一新し、両名とも、スーパーバイク世界選手権で2度のチャンピオン経験を持つ、コーリン・エドワーズが、ワークス・ヤマファから移籍。 もう一人は前年 SBK の典型とホンダでチャンピオンを獲得したジェームス・トスランドのコンビで戦うことになった。またダンロップは前年で最高峰クラスより撤退したためノースポンサーで戦うこととなった。ランキングはエドワーズが7位、トスランドが11位と前年、前々年よりも大幅にアップした。2009年はマシンライダー体制は変わらず新たに アメリカの栄養ドリンク、モンスターエナジーのスポンサーを得て、モンスターヤマハテックさんとしてシーズンを戦った。ランキングはエドワーズが5位、トスランドが14位だった。2010年はトスランドに代わり、前年にヤマハイタリアチームでスーパーバイク世界選手権のチャンピオンを獲得した弁、スピーズがチームに加入し、アメリカ人ライダーでペアを組むこととなった。 またスピーズは年間ランキング6位で、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。エドワーズは、ランキング11位だった。またこの年から新しく始まった、元2クラスにもオリジナルマシンで参戦し、高橋優希が1勝を挙げて、シリーズ12位、ラファエレでロサが27位となった。2011年は、スピーズがワークス・ヤマハに移り、後釜として、 昨年のスピーズと同じアマハイタリアチームに所属し、SBK ランキング5位のカル・クラッチローが、エドワーズのチームメイトを務めた。この年のランキングはエドワーズが9位、クラッチローは12位で、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。元2ではライダーが一新され、チームはスパーより、マイク・ディメィオと 125cc からのステップアップで、ブラッドリー・スミスのペアとなった。 さらにザビエル・シメオンが地元テレビ局 RTL の支援を受け、3代目のミストラル610を走らせた。ランキングはスミスが7位と検討したが、ディメッリオが23位、シメオンが26位と沈んだ。2012年2005年から7年間ヤマハに在籍し続けたエドワーズはこの年から新たに始まる CRT チームのフォワードレーシングへ移籍。 その後釜として、レプソル・ホンダより、アンドレア・ドビツオーゾが、加入となる。この年は、チームの新たに 1000cc 以下となった、最初の年というのもあり、また2011年に、ロッシュが加入した、ルカティの定名もあり、ドビツオーゾがランキング4位で、3位表彰台を6回、獲得。クラッチローがランキング7位で3位表彰台を2回、獲得。 チームランキングでもドカティワークスを上回る3位と、過去最高の成績を残した1年だった。元にクラスは、昨年のスミス、ディメリオ、シメオンの3大体制から、スミス、スメオンの2大体制となった。ランキングはスミスが9位。シメオンは22位でシーズンを終えた。2013年ドビツヨーゾは、ドカティワークスへ移籍し、代わって、元により、ブラッドリー・スミスが昇格し、 クラッチローとイギリス人ペアを組む。4年目となる元には、ダニー・ケントとルイ・ロッシがペアを組む。また、イギリスで介護ホームを展開している、マリア・マレバンド・ケアグループが、スポンサーとなることが発表された。2020年、昨年加入したミゲル・オリベイラが、チーム373回目の出場で、初優勝を飾る。ありがとうございます。